誰も入ってはいけないというお屋敷の庭。どうして入ってはいけないのか、メアリーはどうしても知りたかったのです。ところが、入っちゃなんねえと言ったらなんねえだ。それは俺は馬の係だから庭のことはちょっと。どうしたわけか誰も教えてくれないのです。そしてお屋敷の中から聞こえてくる不思議な鳴き声、その声の秘密を探ろうとお屋敷の奥に忍び込もうとしたメアリーは、たちまちメドロックさんに捕まってしまったのでした。二度とこんなことをなさったら旦那様に申し上げて施設に引き取っていただきますからね。ねえマーサ、施設って何？施設？施設ってのは身寄りのない子や貧しい人の面倒を。メドロックさんたらそんなことをおっしゃったんですか？まさったら。何がおかしいんですか？だって。笑い事じゃありませんよ、施設っていうのは。わかったわ、みなしごが行くところね。お嬢様、心配することはありませんよ。マーサはそんなこと絶対にさせませんからね。心配なんかしてないわ。私、メドロックさんなんかに負けない。私絶対見つけてみせるから。見つけるって？ねえ、ベンに聞いたんだけど、あの秘密の鬼は10年前から閉まったままなんですってね。ええ、まあ。そうなんでしょ？ねえ、マーサ。まあ、綺麗。あ、ダメ！返して！いいじゃありませんかね。ちょっと見せてよ。ダメ！お嬢様！お嬢様！もうすぐマッコイ先生がいらっしゃいますよ。お嬢様、どこにいるの？たく、マーサったら。もう頼まないわよ、リーダー。リコ。あ、待って。ここだよ、つむじ曲がりのお嬢さん。まあ、ちょっとそんな言い方ってないでしょ。お嬢さんも乗らないかい？気持ちいいぜ。いやよ、結構です。行くわよ、パティ。おやおや、またいつものつむじ曲がりかい？んだ。は、いいわ、乗せて。ん？うん。大丈夫。船ってのはね、そう簡単にひっくり返らないようにできてるんだ。本当？あ、なに？グリってんだ。かわいいだろう。羊の中では一番気の利くやつさ。何がおかしいのよ。あっち行って。あんたなんか嫌い。どうだい、行かすだろう。オイラのお気に入りの場所さ。ねえ、ディコン、まだ話してくれる気にならない？え、何のこと？秘密のお庭のことよ。ああ、あれか。ねえ、教えて。でも本当に知らないんだ俺。嘘おっしゃい、パパ。急に立ち上がっちゃダメだってば。じゃあ知ってることだけ教えて。あのお庭、入り口はあるんでしょ？10年前に旦那様が鍵をかけちまったんだ。入り口があったって開きゃしないぜ。じゃあ鍵があれば開くのね。あるわけないさ、旦那様がどこかに埋めちまったって言うからね。そんな。でもなぜなの？教えて、リコ。
なぜクレイブンさんはあのお庭を。知らないんだ。本当だよメアリー。嘘じゃない。それは誰も教えてくれないんだ。カミーラ。カミーラなら知ってるかもしれない。え？ねえディコン、カミーラの家ってどこにあるの？カミーラには会わない方がいいよ。それよりさ、あ、何するの？あ、どうして？ねえどうしてカミーラと会っちゃいけないの？それ。カミーラは10年前にお屋敷を出入り禁止になっちゃった女さ。関わり合いにならない方がいい。10年前？秘密のお庭が閉じられたのも10年前。そうだわ。カミーラならきっと知ってる。そうよ、カミーラ。マリーさんは？その、ちょっと、マーさん、私はメドロックさんと約束したのです。あの子、このお屋敷の子として恥ずかしくない子にするとね。その翌日からこれじゃ、私の立場がありません。マコイ先生、もう少し待ってください。もうすぐ帰ってくると思いますから。私何でもします。だからお願いします。うん。珍しく宿題もきちんとやったことだし。もう少し待ちましょう。でもメドロックさんにはこのことは内緒ですよ。お互いのためにもね。はい、もちろんです。ありがとう、マッコイ先生。ねえ、どうしてもダメ？ダメだよ。俺がカミーラの家を教えたってバレたらやばいもんな。そう。教えてくれたらリンゴかじらせてあげるわよ。いらないよ。そう、じゃあグリ、あんたを食べ。教えないからね。もういいわよ、カミーラのこと諦めたわ。そうだ、教会ってどっちだっけ？村の東、丘の上さ。じゃあロンドンは？あっちだよ、あの丘のずっと向こう。ディコンってムアのことよく知ってるのね。よ、一口食べていいわ。ムアのことなら何でも知ってるよな、グリー。じゃあディコンのお家はどっち？北の端の糸杉のそば。カミーラはどこ？村外れの谷の奥。あ、幸い住むと人の言う。わかりましたか、メアリーさん。はい、わかりました、マッコイ先生。山のあなたの空遠く、幸い住むと人の言う。ああ、我人と止めゆきて。ああ、我人と止めゆきて。ねえエパティ、村外れの谷ってどっちの方かしら？お屋敷のお嬢様じゃありませんか。こんなところで何してるんです？カミーラさんの家を探してるの。カミーラ、おやめなさい、あんな女に会うのは。どうして？どうしてって、とにかくあんなよそ者の性悪女には会わねえ方がいいですだ。でもカミーラに聞きたいことがあるの。だから教えてよ。お嬢さんの頼みでもダメですだ。何を意地悪。先急ぎますんで。あんた
かさないで。動かしちゃダメ。落ち着いて、メアリー。命に別条はないわ。いけない。腕の骨が折れてる。メアリー、棒切れを集めて。棒？棒ってどこにあるの？自分で探して。はい！あったわ。貸して。これを水に。はい。はい、これ。それで足の腫れてるところを冷やして。はい。なんですって？どうして教えたりしたのよ。その、ちょっと。もしメドロクさんに知れたらどうすんの？それにマッコイ先生はもうずーっとお嬢様の帰りを待ってらっしゃるのよ。ディコン、あんたお嬢様を連れ戻しにカミーラのところへ行ってきなさい。わかったね。なこと言ったって姉ちゃん。つべこべ言わずに行ってらっしゃい。それがあんたのしたことに対するあんたへの罰よ。たくもん。ランチをお持ちしました。メアリーさんの食事が手のつかぬまま戻ったら、ハンナは変に思うでしょうね。ああ。私一人で二人分はいただけません。あなたもここでお上がりなさい。いいんですか？いただきまーす。ただし、下でもいつも通り食べるんです。それが私に嘘をつかせているあなたへの罰ですよ。はい。お嬢さん、やっぱり来てたんだ。えい、行くぞ、グリ。グリ、声立てちゃダメだよ。バカ！声を立てちゃダメだよ。声を立てたら、カミーラに気づかれちゃうだろ。いいかい、わかったね、グリ。ダメだってば。あ。くっ。みんなが私に隠してるのよ。教えてくれないの。クレイブン家の秘密はね、あなただけが知らないわけじゃないのよ。誰でも話したり聞いたりしてはいけないことになっているのよ。なぜ？なぜなの？どうして話したり聞いたりしてはいけないの？カミーラさんは知ってるんでしょ？ねえ、教えて。10年前から誰も入らなくなったお庭や、夜中に聞こえてくる誰かの泣き声や、それから。メアリー、秘密を持たなければならないってことは、とても悲しいことよ。悲しいこと？そう。とても、とても悲しい。メアリー、人には必ず秘密があるものよ。大切にしまっておいた秘密を暴かれるのは悲しいことなのよ。だから人の秘密は無理に覗いたりしないで、そっとしておいてあげる方がいいの。いつかその時が来れば秘密は明かされる。だから分かった、メアリー。もう
う大丈夫みたいね、ルースさん。メアリー、あのタンスの引き出しに着付け薬の瓶があるわ。持ってきてちょうだい。はい。秘密を暴かれるのは悲しいことよ。いつかその時が来れば秘密は明かされる。いつか。おかげで命拾いしましただ。しばらくそのままにしとけば治るわ。よかったわね、ルースさん。オラがボケっとしてたばっかりに、ありがとうよ、お嬢さん。カミーラさん、このご恩は一生忘れねえよ。ちょっとおばさん、忘れ物よ。おばさんたら、おばさん、おばさん、おばさんたら。なあお嬢さん、オラがカミーラに直してもらったってこと内緒にしておいてほしいんだ。え？こんなことがバレちまったら村中のつまはじきもんなっちまうでな。お願いしますだ。どうして？たった今おかげで命拾いしたって喜んでたじゃない。ああでも言っとかなきゃ、呪われたりしたら本当に命がなくなっちまうで。あ、それじゃ失礼しますな。ああ、ご恩は一生忘れないっていうのも嘘なの？まあね、カミーラがこんなことでオラに恩を潤ったってそうはいかねえな。まあ、なんて恩知らずなの。カミーラさんがかわいそうよ。リコン、あのね、お嬢さん、ルースさんの言う通りだぜ。え？カミーラは良くない女なんだ。関わり合いにならない方がいいんだよ。さ、お屋敷までオイラが送ってくから帰ろ。なぜ？なぜカミーラが良くない人なの？なぜって、そういうことなんだよ。そういうことって、そういうことってどういうこと？いや、だって村の人が…村の人が言うことなら何でも正しいの？いや、その…カミーラは呪いをかけるの？怪我をした人を助けたりする人が呪いをかけるの？リコ、あなた見たの？カミーラが人に呪いをかけているのあなた見たの？それともカミーラが…よそ者だから？よそ者は良くない人なの？よそ者って言うなら私だってよそ者よ。インドで生まれたんですもん。カミーラは悪い人なんかじゃない。悪いのはカミーラを悪者にしている人たちよ。あんたなんか大嫌い。憎んじゃいけないわ、メアリー。人間って弱いものよ。みんないつも何かに怯えながら生きているの。だから時々大切なものが見えなくなる時があるのよ。大切なもの？やがてあなたにもわかるわ。さあメアリー、いらっしゃい。あなたのこと占ってあげるわ。さ、メアリー、心の中で願うのよ。え？何を？迷っていることや知りたいことを。うん。多くの困難、そして古い大きな家。え？どうしてそのことを？あなたが幸せになれるのはそこしかないと出ているわ。やっぱり我慢してあのお屋敷にいなくてはならないの？どんなに辛くても困難を克服せよと出ているわ。どんなに辛くても。そして2番目の願い、そこであなたはあなたの大切なものを見つけると出ている。
大切なもの？私、秘密のお庭のこと思ったのよ。わからないわ。ただそれは、どこにもなくてどこにでもあると出ている。どこにもなくてどこにでもある。そして、最後の願い。いつかその時が来れば、秘密は明かされる。あら、あなたの大切なお友達が悔い改めてすぐそばに来ているわ。え？さあ、遠慮せずに入っていらっしゃい。あ、ピコ！愛は忍耐強い、愛は情け深い。愛は自慢せず。一度に三ページも覚えろったって無理よ。何さ、一回くらい授業をすっぽかしたからって。ママの形見の髪飾り。どうして同じ髪飾りがカミーラさんのところに。いつか、その時が来れば、秘密は明かされる。ねえカミーラ、イースターには何をするの？イースターの日曜日には早起きして日の出を待つの。起きてから一言も口を聞いてはいけないわ。そしてね、川から水を汲むの。この魔法の水を飲むと美しくなれるし、病気も治るの。次回、アニメ秘密の花園第8回、星に願いを見てね。